え、でここ降りたんでいいんか。あの右の穴に行けるようになったってことか。あれ、じゃ一旦回復していこっか。回復回復。でもセーブこっちなんよね。あ、まああれか、スイッチ自体の方にセーブしたんでもいいか。はい、止まります。とりあえずね、この64の中でのセーブとスイッチでのセーブがあるけんいいよね。ということで、とりあえずここでね、どこでもセーブやっときましょう。オッケー、さあ行きますか。上上って言われても、う、開いてる。戸が開いてるよ。あれ、そういう感じ。じゃあやっぱあの裏行けるんやね。私がなんかおる気がするって言ったやつ。え、上がれんくね。上がれた。でも落ちそう、なんか。よっ、手紙あるよここに。旅人中さんへの手紙。お、あ、上がれねえんだが。あれ、上がれないんですけど。え、違うの。え、違うんよね。あっちに映るんかな、普通に。よいしょ。あ、そういうこと。屋根の上じゃないんよね、さすがに。これか、ロレンチョ親分。違うね。モノクレーやっけ。いや、いい人、また会えたね。ここまで来てくれて嬉しいよ。もしかしてあなたがロレンチョ親分ですか。そういうこと。私がロレンチュ、あんたが探していた男だ。普段はモノクレイって名乗ってカラカラタウン、カラカラタウンを見回っているのだよ。え、じゃあ何、みんな、何、ロレンチュの顔も知らんってこと？それともさっきのは一応変装でみんなは見抜けてないってこと？また一人、本物のいい人と知り合えてとても嬉しい。今までたくさんの人に会ってきたが、あんたほどのいい人は滅多にいない。そうなの？確かマリオとか言ったね。アラビ遺跡へ行きたいのだとか。ここまでたどり着いたのだから、このロレンチュがあんたに秘密を教えてあげよう。アラビ遺跡は我が一族が先祖代々守り続けてきた大事な場所だ。悪い奴を遺跡に入れるわけにはいかない。あんたも遺跡の秘密を誰にも教えてはいけないよ。ふんふん、これをあんたにやろう。ピカピカストーン。遺跡に近づくほど激しく光る石。どこかで使うと遺跡が現れる。どこだ。そのピカピカストーンがアラビ遺跡の在りかを知っている。それを持って砂漠へ行くのだ。もし遺跡にいくらか近づいたなら、あんたの頭の上にピカピカストーンが輝くだろう。遺跡に近づけば近づくほどピカピカストーンは激しく光る。その示す方向へ歩け。一番早く点滅する場所のどこかでピカピカストーンを使うと遺跡が現れるだろう。ほう。じゃあ今からそのアラビン遺跡に向かえばいいということだね。これ向こう側行けんのかーい。くそ。でもあそこから降りれる気がするね。なんか おるよね。確実におるよね。じゃあ行こう、あそこ。絶対おるけん。ここから行けるんか？違うんか？上からか。こっからも降りれん。ここからか？ほら、なんかおる。ここだけの話だが、この姉ちゃんにまじないをかけてもらうと、バトルでいいことがあるんだ。攻撃力がアップしたり、もらえるコインが増えたり、他にもいいことがあるんだ。ただし、まじないの効果はバトルをするたびに必ず現れるってわけじゃない。まじないは便利だけど、気まぐれなものなのさ。なんだそれ、本当にまじないの効果なのか？ハロー、ようこそ。ご機嫌いかが？私の名前はサンデール。砂漠のキュートなまじないし、あの二人との関係は何かあるんか？ここに来るなんてとってもラッキー。私はまじない得意なの。まじないすれば不思議なパワー。ピキーンと聞けばベリーラッキー。あなたもどうです？かけてみない？無料なの？それならグッドでナイスだわ。コースを選んでハッピーになって。あなたが選ぶのはどのコース？やっぱ金がいるんか。じゃあ無理だな。それじゃあさようなら。また来てね。どうやって戻るんやろ。
おお、出てこれた。え、じゃあこっから行けるってこと？行けるやん。わざわざね、建物の中入って上に登って落ちてとかせんでも行けたわ。さあ、砂漠のどこなんかな。セーブ、あれセーブ。さあ、砂漠のどこなんでしょうか。とりあえずあれやろう。今のところは別に自分で使わんくっても近づいたら勝手に出てくるんやろ、頭上に。どこなんやろうな。めっちゃ通り過ぎてった。どこにあるんだろうな。あれも欲しいんやけどな。取れないな。あっちも。でもう一人盗賊がおりそうな気がするんよね。おらんか。やめてくれよ。吹っ飛ばされたくないよ。全く現れんな。そんな簡単には現れんか。なんかおりそうな気がするな。もうなんか常におりそうな気がするんよね、盗賊。おらんかったわ。あー、来た来た。この一つのエリアにつき一体までにしてくれんかな。追いかけてくる系の敵がね、そんな何匹も何匹もおられるの嫌なんやって。やめてくれよ。あ、どこだ。これが光り輝くんよね。なんか今音鳴った。気のせい。え、なんの、お、お、そんなピンポイント。そういうことじゃないんか。そういうことじゃなくって、一定の間隔でピカピカ鳴りよるってことね。どこやろう。消えたな。ってことはここのエリアではない。こっちは、待ってくれ。待ってくれ。ここのエリアついてるってことはこっちの方ってことか。ここのエリアもついとんな。どこや。これが早く点滅しだすんやろ。ここでは消えたってことは違う。方向が合っとったらそのエリアに入ってもついてるわけやね、これが。あ、ここか。どこだろうか。若干早くなった。あ、まだついてるね。チャールズ先生からアラビン遺跡の手がかりを探せと言いつけられてるんですが、それがちっとも見つからなくて私はかなり焦ってます。はい、なんか見つけた情報とかないの。遺跡の調査ってとっても大変です。みんな疲れてしまってぐったりしています。この砂漠のどこかに本当にアラビン遺跡が眠っているのでしょうか。今もカラカラ砂漠のどこかにひっそりと眠っているアラビン遺跡のことを考えると、おちおち眠ってもいられない。遺跡を発見できるのはこのチャールズしかいないので、マリオくん。いや、私が見つけますけどね、今から。ちょっと待って、一旦ちょいと気持ちの整理を。どの辺だ。でもちょっとずつ早くなってきよる気がするね。こっちか。お、早くなりよる、早くなりよる。ちゅうちゅうちゅう。でもなんか若干遅くなった。いや、早い早い早い。こっちやな。早くなりよりよ、なりよりよ。おお、早い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 。ちょ、めっちゃ危なかった。助けて。こっちは
おーおーおーおおお、これじゃね、これってことやない、ほらめっちゃわかりやすいやん。とりあえずね、このピコンピコンをたどってきたらもう最終的にどこで使えばいいかってのはめっちゃわかりやすいんやね。すげえな。うわ、遺跡が出てきたよ。てかめっちゃ暗くなったね。この世の終わりじゃない、大丈夫。なんか一気に夜になったんやけど、さっきまで明るかったのに。お、ハート帰るよ、回復。まあ多分今満タンやとは思うけど、うん、満タンだね、行こう。セーブの方が欲しいんやけど。あ、あるや。うーん、我が名はカーメン、砂漠の王なり。やっと手に入れたこの宮殿に勝手に入り込む奴は誰だ。直ちに立ち去れ。さもなくばお前に災いが降りかかろうぞ。ちょっと待って、セーブセーブセーブ。はい、オッケー。なんか出てきそうじゃない、あれ。ほらね、あれなんかあるよ、バッチ。取りたい取りたい。一応ね、まだ外出てすぐのところに回復はあったけん、いけるいける。地震ハンマー、よし。1だけなんか。スーパー爆発はどうや。よし、お、いいぞ、イエーイ。いや、いいわ、君のランクアップマジで。え、待って、あれ2体同時なんかと思ったら違うんかい。トゲオガードのバッジをゲット。トゲがある敵にジャンプ攻撃をしてもダメージを受けなくなる。なるほど。イエーイ、助けてー。お、お、あれなんか鍵なくない？落ちた。あ、下行ける。あ、鍵あるよ、鍵。大丈夫？これなんか取ったら罠が作動したりとか。大丈夫か。遺跡の鍵をゲット。こっちなんか、上がれねえのか。んー、崩れ落ちてきそうやね。怖い。これで、上の鍵を開ける。んで？何これ？びっくりマーク。ボタンか？そこが開きそう。下？あ、なんかさっき下パラ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 鳴りよったとこや。そこ穴が開いとったわけじゃないんや。隙間から漏れてきよった感じ。で、ここ降りたんでいいんか？あの右の穴に行けるようになったってことか。あれ？人が入れるほどの大きさはないんやね。じゃ、これはこっちに行くってことか。ほら、いけるようになった。このカーメンの警告を無視して、さらに入り込んでくるとは、愚か者めが。我が手下の餌食となって、砂漠のミイラになるがよいわ。待って、嫌なんだけど。あ、これ下に行けるな。お。んー、でもここ何も。あれ、上がれねー。上がれねえな。ってことは違うってことか。お、あれ、なんかさらに下がある。ここも鍵がいるっぽいな。ちょ、待ってよ。いっ。やっぱあれだな、次はフラワーポイントかな。これ降りてくる感じ。あ、ここもパラパラ鳴りよる。え、鍵はあるけど、いけないな。これは、先に。え？あそこの上もしかしてあれかな？ピンキーでいける感じかな？え？でもこの幅。お、違う違う違う。あ、
届かねえ。あいつか。ちょっと待ってよ。間違えた。そうじゃなくて、これで渡るんか。ほっ、ちょっと待って。あいつに見つからずに行きたいんだけど。ほっ、でこうか。はっ、よいしょ、OK。んで入れ替え、よし。ここにも多分スイッチがあったー。これで鍵がゲットできるんやね。よしよしよし。あ、なんかかけらが、星のかけらゲットー、イエーイ。もうそろそろ戦闘もせんとあれよな。ポイントはないけど、体力は一応あるけん。レベル上がらんもんね、戦わんと。頑張ろう。で、下の鍵を開けると。よし。なんかあそこあるよね、絶対。なんなんやろ、このマーク。え、なんか出てきそう。絶対出てくるやん。ちょっと待って、先に上行くね。丸？これ、押したらさ、この階段なくなるんやない？絶対そうやって。ちょっと待って、先にさ。いいよ。渡れねえ。え、ギリギリ届かんねえけど。押したらそれ消えるやろ、絶対。あ、そういうこと？あ、なるほどね。そういうことなんや。消えるわけじゃないんや。へえ。あれ？これは。違う。ビリビリビリってなるな。これどうやってのけるんやろ。これあれよね。ピンキーじゃいけんよね。これ壊せんよね。なんだ、どうすればいいんだ。怖い。あれ、あかん。え、あかんやん。え、鍵がいる。何？え、待って。出てきた、出てきた、出てきた。しまった。あ、これ絶対倒さんといかんやつやん。もうくっそ。うわぁ。え、でさ、でさ。うわー、ですよね。あと、2回あるんや、この戦いが。え、きつくない？きついって。あー、やっといけるわ。やっといけるわ。とりあえず何もしないでいいや。体力も大丈夫やけんさ。やっつけたぜ。ここでだいぶスターポイントもたまったね。あ、鍵落ちてきた。え、これさ、どうなんかな。これ鍵取って向こう側行ったら何か起こったりする。いや、何かは起こるやろうけど。何かは起こるやろうけど、とりあえず進む。めっちゃセーブしたいけど、今。いや、でも、いや、いけるか。ここパレットで渡っていくところね。いいよ。いつもめっちゃ重そうにする。これ下いけるんやない？なんか、ね、いけそうじゃない？あ、ここ、ピンキーだね。違う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 。ピンキーで、いけい。
え、何？さらに下？落ちるんか？あ、これランクアップかな。仲間を一人ランクアップできます。どの仲間をランクアップしますか？なるほど、1段階しかランクアップはせんねやね。ってことはどうしよう。攻撃力アップ、クリオの攻撃力アップ、クリオチャージにするか。この仲間をランクアップさせますか。はい。あそこもなんかひび割れがあるな。でもこっち右側にも行けそう。クリオはスーパーランクになりました。ちょっと待ってね、一旦やめてよ、上から落ちてくるの。キー避けるやつ。なにこれ、地図見れんのかい。鍵がある。あれ？今一瞬登れたよね。はあ。あれ？登れなくなったぞ。てて。まあなんか上から落ちてくるんかな、これは。ほら、とりあえず、向こう側の ジャンプする必要なかった。奥やった、あれ。ここ爆発できるやろ多分。はっ、よしよし。え、上がれないんですけど。え、あ、上がれないんですけど。これもなんか上からなのか分からん。とりあえず戻る。こっち側も、うぅ。あ、こっち行けるな。引き返すのだ。今ならまだ間に合うぞ。おとなしく引き返さないと、ひどい目に遭わせるぞ。本当だぞ。後悔しても知らないぞ。これは、あ、でもなんか現れそうな気がするんよね。これはもう入り口まで戻って、入り口に戻って、回復セーブしよう。それが一番いいと思う。もうなんかいろいろ欲しい。セーブじゃねえわ。体力も欲しいし、フラワーポイントも欲しいし、バッジもつけたい。困るわー。ふぅー。はい、ということで、じゃあ今回もこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、ほんと昔のゲームはセーブ大事。それよね、そこに尽きるね。